こんにちは。今日はですね、以前からリクエストをいただいてたんですけど、スニーカーのコーヒー染めをやっていこうと思います。まあ、動画でやるとなると2日に分けてね、まあ、染めて乾かしてっていう工程があるので、まあ、動画作るのもちょっと大変だしなと思って、口頭だけの説明でやってたんですけど、まあ参考にしていただく、していただかないっていうのは別にして、まあこういう工程をするとこういう感じになりますよっていうのの、まあ、一つの見本となればいいかなと思ったので、ちょっとやってみたいと思います。で、まずコーヒー染めのメリット、デメリットっていうのがあって、メリットっていうのは、例えばアンジェラスみたいな、ああいうこう水性のアクリル塗料とは違って、染料なのでね、中に染み込んで色がついてくれるので、例えば物理的なスレとか、そういうものには強くなりますし、まあ、それこそひび割れとかそういうこともしないので、均一に色がのせれるんじゃないかなと思います。あと反対にデメリットで言えば、一発勝負というかもう染まってしまうので、結構リスクが高いというか、塗料とかは逆に塗って失敗してもアセトンでね綺麗に落ちたりするんですけど、なかなか、隅々まで染まってしまいますので、まあ、その点がちょっと、リスクあるかなという感じです。あとはもう単純にコーヒー染めっていうのなので、まあ、濃度は調整できるにしても色の調整まではなかなか難しいので、すごい細かい色の設定っていうのはできなくなります。で、僕もいろいろな、カスタムしてきましたけど、例えばこの辺りみたいに、まあ、シューレースとタン、ソールの着色をしてるんですけど、アッパーは白のまま残してるんですよね。だこういうのはできないですし、あとこちらのようにこうコバ部分、黄色みが強い茶色で色をつけてるんですけど、こういうことはできないです。まあ要はアッパーの銀面と呼ばれるところよりもやっぱ側面のコバ部分の方が色がどんどん染み込んでいきますし、色も鈍い色が入っていくので、こういう明るめのコバの色はつけれなくなってしまうので、まあ、皮のエッジ部分を、黄色っぽくしたい人は、ちょっと避けた方がいい技法になります。あとはこの辺りはコーヒー染めを実際にね使用してカスタムしたモデルになります。こちらのダンクもそうです。まあ先ほどの2色と比べると、こう、アッパー自体がちょっとクリームがかった色になると思うので、こういう雰囲気を狙う色としてはすごくこう簡単というか、特別なものを買わなくていいので、お家にあるものだけで表現できたりすると思います。先ほど言ったコバ部分であれば、こういう茶色っぽい色になるので、こちらの方がまあある意味自然っちゃ自然かもしれません。まあ、例えば白ベースのスニーカーで飽きてきたものとかあれば、そういうものでやってもいいかもしれませんし、例えば新品の状態であったとしても、ちょっと真っ白すぎるなというものだったりすれば、少し、コーヒーで色をつけてもいいかもしれません。で、あとですね、注意点で言うと、最近のスニーカー、まあナイキとか特に多いんですけど、アッパーのレザーがですね、本革の部分と合皮の部分をパーツごとにちょっとね分けてるものがあったりするので、そういうものがあると染めた時に、部分的にこう色のね濃淡ができてしまったりするので、それはスニーカーをちゃんと見て判断していただいた方がいいかなと思います。別にそこでコントラストが出ることが悪いことではないんですけど、例えば一色に、染めたいなって思うもののパーツごとに色の差が出てくるとね、ちょっと気持ち悪く感じる人もいるかもしれないので、そのあたりもご自身のスニーカーでやる場合はちょっと自分で判断していただけたらなと思います。まあこのダンクに関しては、コーヒー染めをした後に、ソールとタンとシューレースっていうのはまた別で、色をつけているので、完全にこう一色で、染めるというよりは、ベースの白のアッパー部分をメインに染めることを考えてます。で、他のところちょっと色を分けたいとことかは後でまたねペイントしたりをしています。まあ、だからこういう白ベースのスニーカーを使うっていうのがすごく分かりやすい方法ですし、
あと例えばこういうスニーカーだったら白と黒ですごくコントラストの効いたカラーパターンになっているので、少し柔らかい雰囲気に見せたいとか、よりこうクラシックな印象に見せたいという時には、この色だとこのまま染めてしまえば黒のところはもう黒以上に染まることはないので、この白の部分だけがちょっとクリームっぽくなったりとか、そういうのでも使えると思います。まあ、僕も動画でね、ちょこちょこカスタムのことやってますけど、まあ、アンジェラスのこう塗料買ったりとか、まあ、筆買ったり、いろいろね細々したものが必要になってくるので、トータルでこうスタートできる準備をしようと思ったらちょっとお金はかかるんですけど、例えばコーヒー染めであればコーヒーだけ買ってくればねできるので、まあ、カスタムっていうのをそんな本格的にやらなくても、ちょっとなんか遊んでもいいスニーカーがあって変えてみたいなっていう時にぜひねやってもらいたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。今回はねこちらのジョーダンのローを使っていきたいと思います。ヒールタブとスーシュがねスウェードになってるので、まああまりねコーヒーを濃く入れてしまうとスウェードのとこの方がかなり色がね入ってしまうんじゃないかなと思うので、全体コーヒー染めなんですけど薄めにやっていこうと思います。まあ僕もこれも新品じゃないですけど、これを染めるときに、まあ、このままチャポンとねつけるのではなくて、スニーカーとかはね表面にこうコーティング剤というか多少撥水するようなコーティングがしてあったりするので、それをまず取っていきたいと思います。で今回はこのシューレースは使いません。こういうね化学繊維が入ってるシューレースとかはコーヒーでも染まらないので、まあ、全く染まらないわけではないですけど染まりが浅いので、今回はねまたコットンのシューレース、いつも使ってるねシューレースに変えていきたいと思います。
完成しました。ちょっと久しぶりにコーヒー染めやりましたけど、いい感じじゃないでしょうかね。まあ少し照明で、このクリーム色の感じとかが、実際に見るこのクリーム色っぽい色に見えてるかっていうのは、まあ、全く一緒ではないとは思うんですけど、程よい感じになってます。まあ、アッパーももちろんなんですけど、スウェードの部分とかもね、本当に無彩色のグレーだった感じよりも少し温かみのあるベージュっぽいグレーになってます。このね、真っ白のエアフォースワンと比べると違いが分かりやすいんじゃないでしょうか。これぐらいの差がありますね。ちょっと作業中の動画はあまり喋らずに進めていったんですけど、補足としては、これはまあいろんなこうヴィンテージ加工の方法とかもあるので、これがベストですよっていうわけではないんですけど、まあその特殊な染料とかではなくて、まあスーパーとかでも買えるようなインスタントコーヒーで、できる加工なので、まあやる分にはすごく楽しいかなと思います。ただやっぱりこうつけておいて、その後の仕上がりがなかなか想像しにくいと思うので、初めは薄めからスタートした方がいいと思います。濃くなってから薄く戻すの難しいので、まあ、不安であれば何回か重ねていくみたいな感じでもいいかもしれません。あと僕個人的にですけど、まあ、こういうねコーヒー染めとか本来コットンとかにする場合とかは熱湯を使ったりしたりとか、塩を入れたりとかするんですけど、まあそもそも素材自体がこう高温に全然影響ないかって言われたらそういうわけではないし、高温にすることでボンド部分の強度が落ちてしまったりとか、そういうこともありますので、僕は温度はね100度までやってないです。70度から80度ぐらいで、やっております。それでも十分熱いお湯なんで、十分ね染まりますし、ほんとグツグツ、煮た状態とかではなくてもある程度色は入ってくれると思います。まあ、塗料とかだとね、こう見たままの色が仕上がりなので、例えば失敗したとかも分かりやすいんですけど、こういう染める場合はね結構中まで、色が入ってしまうので引き返せないっていうデメリットあるんですけど、先ほど言ったみたいにちょっとずつ段階踏んで濃くしていくっていうのもいいかもしれません。まあ、僕の場合は、コーヒー染めの後に少しだけ手を加えてますけど、先ほど見せたパンダダンクとかああいうのに白のアッパーの部分だけこう染まってくれたりとか、そういう時にも使えるかなとは思うので、まあ手間とかはあれですけど、材料で言ったらね一番こう身近なものでできるカスタムだと思うので、まあ僕もちょっと久しぶりにやって楽しかったんで、また他のスニーカーでもね、やろうと思ってます。まあこれがコーヒー染めの正解っていうわけではないので、海外のね、カスタムの動画とかでもコーヒー染めの動画とかあったりするので、そういうものとかいろいろ見た上で自分に合ったやり方でやっていただけたらと思います。皆さんもぜひやってみてください。今日はねこちらのエアジョーダン1のローをコーヒー染めした動画でした。今日もありがとうございました。